こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も主婦の友社出版の前後便利帳から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は雪を担って生を望むです。出典は読後心境です。類語に雪を担って川をうずむというのが小葉録にありますが、これは井戸や川を埋めようとせっせと雪を運んでくるということです。もちろん雪で井戸や川を埋めることはできません。全く無意味な徒労な行動です。しかしここで重要なのは、その行為に意味があるかどうかということでありません。そういう意味や常識、あるいは合理性といったものを超えたところに、実は大切な禅の奥義があるということをこの句は教えているんです。それでは今から雪を担って生を埋むを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。